っぱり中国っていう国に対してはとかロシアもそうですけど、やっぱ怖い印象が強かったんですよ、はい、プーチンとか共産党、はい、すごい怖い、はい、うちのオンラインサロンのメンバーに中国人の方入ってきていて、すごい素敵な方なんですよね、はい、なんかお話も面白くて勉強になって、で日本にも理解があって、その人の話を聞いてるとやっぱり日本人の人は中国のことをあまり分かっていないのかもしれないって思うんですよ。で、ジム・ロジャーズの本の中にもやっぱりすごく中国に対してこう一方的な情報多いよねっていう話になって、実際中国ビビりながら言ったら全然違うイメージになったと、そういう、まあ、本だったわけですよね。で、まあ、深圳視察機とか見て動画でね、びっくりもしましたし、ジャックマーすごいなとか、シャオミのスマホ安いなとか、 WeChat Pay ってどんなもんなんだろうとか、そういうの思いながら、シンガポールには2回ぐらい行っていて、すごいなって思ったんですよ、多様性があって。で、リークアンユーについて調べて、シンガポールの歴史見てすごいと、でタックスヘイブンについて調べて、シンガポールと香港なるほどと、で深圳なるほどとか思って、でもテレビやってたから余計に分かるんですけど、すっごく表面的な扱い方が多かったんですよ、番組で。日中韓テレビだったかな、昔やったんですけど、はい、言ったらここが変だよ日本人みたいな感じの激論系みたいなのをやりたかったんだと思うんですけど、その時まだ全然古くて、いじり方が中国の遊園地パクリが多いとか、あっち系の話ばっかりしたがるわけですよテレビはね、とかあと日本はまだまだすごいみたいな系のテレビあるじゃないですか、あれとかもなんか辛くてずれてきてんなっていうのをすごい感じてはいるんですよ。でもそういう劣等感感じてる時ほどナショナリズムって結構過激になりやすくて、かつてのドイツもうむちゃくちゃ疲弊してた時に愛国心一本で成り上がったのがヒトラーなんて、すっごい怖いなっていうの感覚がありながらも、でも同じねような近い人でも YouTube のコメントでもものすごい中国とか韓国の話題になるとヒートアップする日本の人っていっぱいいるんですよ。で普段会ったら優しい人でもこの話になるとヒートアップしちゃう人いるんですよ。俺は分からないんですよね、それが。日本に対して愛着を持つことと日本が正しいとか日本がナンバーワンだって思うことって僕だから結びつかない。単純に客観的に見たら、まあ、経済的に勢いがあるのはどっちかとか分かりますし、そうなった時にやっぱり謙虚に学んだ方がいいんじゃないかなと僕は思うので、勉強をしたいなと思いますよね。清華大学ってどんなもんなのかなとか、ファーウェイとかシャオミのスマホはなんでそんな安く売れるんだとか、電気自動車もね、アメリカはテスラだけですけど中国は何社かすごいところあるみたいだし、なんかそういうのを見たいなとか。清華大と深圳行きますか、じゃあ、もうめちゃくちゃ勉強になると思うんですよ。喋ることも増えるし、中国行ってみたいですね。